メキシコのユカタン州メリダに建てられたクノロゾフの銅像、ユーリー・バレンティノビチ・クノロゾフはソビート連邦の言語学者、民族史研究者。マヤ文字の表音文字としての解読方法を確立した人物として知られる。クノロゾフはウクライナのハルキウでロシア人知識人の家庭に生まれた。祖母はアルメニア人だった。1940年にモスクワ大学に入学し、 民族史学を専攻した。健康の問題があったため、第二次世界大戦の前線に従軍することはなく、戦時中はウクライナに戻った。クノロゾフに関する有名な逸話に、モエル・ベルリン図書館から偶然、マヤ絵文書の複製を持ち帰ったという話があり、マイケル D 校のマヤ文字解読にも惹かれているが、実際には持ち帰ったのはソ連軍の将校であって、 クノロゾフ本人ではなかったという。戦後復学して、エジプト学や中国学を学び、日本語やアラビア語にも手を出した。セルゲイ・トカレフの勧めで、マヤ文字の解読を始めた。また、セルゲイ・トルストフのウズベキスタン探検に参加した。1949年に卒業した後、レニングラーとの民族史学博物館で研究を続け、1952年、 マヤ文字の解読に関する最初の論文が交換された。ついで、ディエゴデランダ、ユカタンジブツキの役中によって、1955年に博士の学位を得た。1956年にコッペンハーゲンで開かれた国際会議に出席した。その後は1990年まで国外に出ることはなかった。1963年と1975年に、 マヤ文字に関する著書が出版された。なお、クノロゾフの方法をもとにして、コンピューターでマヤ文字を自動解読しようという試みが行われたが、失敗に終わっている。1977年にソビエト連邦国家賞を受賞した。1990年にグアテマラ政府から招待され、この時初めて実際のマヤの遺跡を訪れた。1994年にはメキシコで、 アステカワシ君賞を授与された。1999年にサンクトペテルブルクで没した。マヤ文字の他にロンゴロンゴ文字やインダス文字の解読も試みた。また、チシマレ列島を探検し、アイヌに関する論文も書いている。クノロゾフによれば、マヤ文字はヒエログリフと同様の標語文字と標音文字の混在した文字である。同じ文字が標音的にも 標語的にも使われる。標語文字の読みを補助するために、標音文字が前後に加えられることがある。また、ヒエログリフと同様に、美しさを重んじて、文字の並び順が変化することがある。ついで、ディエゴデランダの記したマヤ文字のアルファベットを基本的に、正しいものと認め、ただしアルファベットではなく、シーンと母音からなる CV 式の音節文字であると考えた。 CVC の形を取る語は、表音文字では CVCV の2文字で表され、2番目の V を読まない。この時に2番目の V は、最初の V と同じ音が選ばれる。この綴り方を、クノロゾフは、強調和的と呼んだ。なお、現在では2番目の V が異なる、非調和的な例も、多数見つかっているが、これは単なる CVC ではなく、少し異なる音を表したらしい。 クノロゾフが解読に使用した材料は1933年にグアテマラで出版された当時までに知られていた3つのコデックスを一つにまとめた書き物であった。コデックスは文字だけでなく絵が描かれているので解読の助けになった。例えばランダのアルファベットで CU とされる文字と未知の文字の書かれたページの下に七面メンの絵が書かれていた。七面メンは マヤ語でカッツというため、蒸気の原理を使えばこれはカッツを CU 数と書いたものと判断でき、未知の文字をスーッと解読できる。クノロゾフの解読が発表された当時、西側の代表的なマヤ文字研究者であった、ジョン・エリック・シドニー・トンプソンは、かつてベンジャミン・ウォーフの評音説を批判しており、クノロゾフの説にも強く反対した。1953年に、 最初の攻撃を行い、死ぬまで反対し続けた。トンプソンは現代マヤ語を理解しており、マヤ文字の表す言語が、ジョル語に近いことを指摘し、説当時や助数詞を表すマヤ文字についても指摘していた。それにもかかわらず、マヤ文字が、標音的に読めることを決して認めようとはしなかった。当時の西ドイツのトーマス・バルテルもクノロゾフを批判した。西側の学者は、 トンプソンの強い影響下にあったこともあり、クノロゾフの説をまともに取り上げる学者は少なかったが、デイビッド・イイチ・ケリーは1962年に、クノロゾフ説を評価し、コデックスだけでなく、碑文もクノロゾフの方法で読めることを示した。マイケル・ディーコーは、1966年の著書、マヤにおいて、クノロゾフの説を高く評価した。クノロゾフの1963年の著書は、 コウの夫人で、ソ連からの亡命者の娘であるソフィー・ディーコによって、英語に省略されて、1967年に出版された。言語学者であるフロイド・ラウンズベリーは、パレンケのパカルダ用の名が、音説文字で実際にパカルと書かれていることを1974年に発表し、これによって、クノロゾフ説の信憑性が増した。クノロゾフの解読結果は、 必ずしも正しいものではなく、現在から見ると、解読の2、3以上は誤っていた。しかし、クノロゾフの原則に基づいて1980年代に急速に解読が進み、1990年代に、マヤ文字は大筋で読めたと言えるようになった。ありがとうございます。